小寺の宮、康人新郎昭平10年4月29日は、南北朝時代の皇族、大覚寺等の五二条天皇の孫、五代醐天皇の皇太子であった国吉新郎の子、寺明院等の黄金天皇の皇太子となるが後、拝着。官職は中塚佐教。後に、小寺の宮家を起こす。前輪寺宮ともごうす。現行元年新郎宣言。 現行2年、五代醐天皇が、鎌倉幕府打倒を企てて失敗して、沖に流されると、自明院党から、黄金天皇が即位した。だが、鎌倉幕府は、現行の変について、大覚寺党全体が関与したわけではないとして、五代醐天皇と対立関係にある、大覚寺党着流から皇太子を排出して、引き続き大覚寺党と自明院党が交代で、 後位継承をすべきであるとしたため、寿命院等もこれに同意して、当時13歳の安人新郎が立体しされた。だが、現行3年に、五代五天皇側の反撃によって、鎌倉幕府が滅亡すると、五代五天皇によって、黄金天皇と皇太子、安人新郎の否認が宣言された。その後、中塚佐教に任せられたものの、王子、 五代醐天皇との対立は続き、足利高氏によって、自明院党の孔明天皇が即位すると、これを指示した。安人新皇については、南朝方昭円の入野のに下校し隆寺を起こし、そこに落ち着いたという伝承が存在し、新皇の屋敷跡、墓所、神鋭とされる者が寺内に伝存している。ただ、新皇が京都付近で没したことは、 その太歴に記されているので、伝承には疑問も残るが、龍雲寺創建後に、騒乱の落ち着いた後に、京都に戻ったとも考えられる。龍雲寺古文書では、安人親王は次男を出家させ、京都小国寺を創建した、不明国師の下で修行をさせる。親王は、当時南朝荘園だった入野に下校し、お盾を、根流四百余石を所領し、さらに、 三立横に祈祷所を建立し回帰となる。この時、不明国史を、環状解散、次男を実質初代住職として迎える。安人新王は、昭平10年に36歳で亡くなる。龍雲寺境大寺には五分五五輪等が残っている。安人新王が、京都で没したことが事実であれば、解散後京都へ戻り没し、遺骨の一部かすべてかを、 竜雲寺に運んだと考えられる。その後、小寺の宮家は正確入道親王まで続くが、その後の赤綱中つかさ醤油に、至りまでの二台の方が不明である。赤綱中つかさ醤油の次男遠藤髄椿は、竜雲寺十字についている。ありがとうございます。